こんにちは、ティーチングプロの坂本龍南です。スリクソンのクラブは男女国内ツアーにおける使用率が高く憧れのモデルです。しかしながらアベレージゴルファーにとっては難しいと感じてしまうクラブでもあります。今作では優しい代表であるゼクシオのフェイステクノロジーを採用したり、シャフトも軽くなっていますので、随分優しくなっているモデルではないかと思います。プロゴルファーの稲森プロがゼクシオから Z585 にスイッチするなど、優しさに期待を持てるクラブではないかと思います。それでは実際にアベレージゴルファーの方に優しく、そして打ちやすくなっているかを検証してみたいと思います。構えた感じでいくと、アベレージゴルファーの方というのはどうしてもヘッドが大型化してきたことによってかなりフェイスが開いてしまう、でそれが戻らないっていうような意識をかなり持ってしまうことが多いので、どうしてもフェイス面を大きいクラブになればなればなるほど、このように左に少しかぶせて構えたくなって、スライスを自分で防止したくなるような構えを取ってしまう方々がいます。ですので、この Z585 だと、先ほど実際に打ったのですが、捕まり感もあって、なおかつ若干のアップライト形状になっているので、捕まり感を安心して取れるので、そういったクローズにして自分でフェイスを左に向けて構えてしまって、当てに行ってしまうっていうような動きを軽減してくれますので、それを意識してしっかりとスクエアに構えて打つことのできやすいフェイス面だったり、このクラウン部分の形状になるのではないかと思います。アマチュアゴルファーの方はやはり一番のドライバーでの問題点としては、ティーアップをしていますので、ボールを高くどうしても上げに下から入れたいという気持ちが強くなってしまいます。ですがこの Z585 はややクラウン部分が低く設計されていますので、上から見た感じもボールをかなり上に高く押し上げてくれるようなイメージを彷彿させてくれますので、自分の意識でボールを上げようという気持ちを少し減らしてくれるのではないかと思います。打った感じというか持った感じの感触も従来のシャフトよりかなりしなり感があって、ヘッドをかなり感じさせてくれるようなモデルになってますので、持った瞬間から飛距離を出せそうなヘッドの効き具合があって、ワッグルを少しすることですんなりとアドレスに入っていけます。このような柔らかくて少ししなりの感じるシャフトを採用していることで、スムーズにバックスイングに入ってダウンスイングも切り返しでゆったりとスイングをすることができますので、この軽量なシャフトで少し優しめのシャフトというのはアベレージゴルファーの方に適しているのではないかと思います。こちらの Z585 ドライバーはスリクソン史上最大の完成モーメントということになっています。完成モーメントとは、当たり動きにくさの指標になります。で簡単に言うと軽トラックか、ダンプカーかと考えると、ダンプカーの方がやはり何かにぶつかっても、ブレがないですよね。でそれと一緒でヘッドが大型化することによって、当たり負け当たり外れっていうブレが少なくなります。ですから完成モーメントが高ければ高いほど、ボールの方向性だったり直進性っていうのが、高まりやすい指標になります。でその Z585 は、最大の完成モーメントということで、今実際打たせていただいても感じるのですが、そのまま振り抜いていくことによってボールをまっすぐ押し込んでくれるような感触が得られましたので、やはり完成モーメントが大きいということは非常にゴルフにとって重要なことなのではないかなと思います。ヘッドの完成モーメントが大きいヘッドに対して柔らかいシャフトでしっかりと押し込んであげるという、この Z585 の優しいヘッドに優しいシャフトということで、アベレージゴルファーの方にとっても自然に振りやすいクラブになっていると思いますので、ぜひしっかりと試打をしていただいて試していただければと思います。フェアウェイウッドやハイブリッドでアマチュアの方が一番多いミスというのは、やはりドライバーと一緒でボールをとにかく上げていきたいということがどうしても、無意識で体に起こってしまいます。でこのフェアウェイなどの奥行きがあるクラブというのは、この奥行きがゴルフクラブのヘッド形状にあることによって、ロフト姿勢がインパクト時に上を向いてくれるようになって、ボールの打ち出しを高くしていただけるような構造になっています。しかし自分でその上げるという軌道を作ってしまうと、
そのせっかくのロフト姿勢とプラス自分の上げたいというのが重なってしまって地面に後ろ側が当たってしまうというようなミスが一般的に多くなって、難しいクラブとなってしまいます。ですがこの Z585 のフェアウェイウッド、そしてハイブリッドともにフェースの高さが少し高くなっているような形状で、どちらかというとボールをしっかりと前に飛ばしてくれるような印象があります。そのためボールを上げようとせずにしっかりとクラブが上から入っているような感覚でスイングしていただけると強くてしっかりとボールが上がっていくような球が見て取れますので、そのようなイメージを持って打っていただけるとかなり良いのではないかと思います。こういった点をアベレージゴルファーが理解すればロングショットの力強い武器になるでしょう。先ほどのフェアウェイウッドやハイブリッドがどうしても打てない方などはこの UTT アイアンを試していただくと良いのではないかと思います。やはりアイアンよりはヘッドが大きめでなおかつ少し肉厚なので、フェアウェイウッドや先ほどのハイブリッドのように少しボールをしっかりとボール自体に力を加えながら上に押し上げてくれるようなところがありますので、どうしてもアイアンで飛距離が出ない、ミドルアイアンになるとなかなかうまく打てない方が多いと思いますので、その代用としてこのUTT アイアンを入れてもらうということが少し武器になってくるのではないかと思います。打った打感も Z585 アイアンに比較的近いので、先ほどのフェアウェイウッドハイブリッドで少し音の感触だったり音の響きが違うなと思う方はこちらの UTT アイアンを使っていただく方が打感としては合わせやすいのではないかと思います。フェアウェイウッドハイブリッドからの流れではなくアイアンの方が打ちやすいと感じるアベレージゴルファーは、アイアンからの流れでボールも上がりやすく距離の出やすいユーティリティを選んでいただくことでミスを大きく減らして安定したスイングをすることができるでしょう。アベレージゴルファーのアイアンでの大まかなミスというのは、やはりアイアンというのは少し短めで操作できるような感覚に陥ってしまって、フェース面の動きがすごく多くなってしまいます。でこの Z585 のアイアンでいくと、やはりドライバーと同様ややアップライト気味というか遠が立っていて構えた時に捕まりやすさを感じますので、比較的スリクソンのアイアンというのはやはりみんなが憧れるようにシンプルでオーソドックスなデザインで難しいというところだったんですけど、そのシンプルで構えやすさをそのまま継承しながら少し捕まりやすさだったり優しさだったりっていうのを少し感じるフェイスになってます。打った感触なのですが、裏に山形のような形にソールがなっていて、少しすくってしまう場合、それと打ち込みすぎてしまう場合っていうのもこのバンスが活躍してくれてクラブの抜けを良くしてくれるような構造も感じます。では実際少し打ち込み気味な状態で打ってみたいと思います。少し打ち込み気味の場合はこの、バンスが効いてくれて、抜けが良くなってくれます。次に少しすくい気味の打ち方で打ってみたいと思います。この場合だと後ろのバンスが効いてくれて前にクラブそしてヘッドを運んでくれるような状態になってくれていると感じます。アベレージゴルファーのスイング軌道は不安定でインパクトがまちまちです。このようにソールの抜けがよくミスを軽減してくれるアイアンを使うべきでしょう。全体的にアベレージゴルファーにとっては難しいと感じられるはずのスリクソンでしたが、ややアップライト形状で捕まり感が出やすく、シャフトなどにも優しさを、しっかりと取られていることで、ボールがしっかりと捕まりながらもしっかりと高い球が出るような形になっていますので、スイングを作りながら練習していく過程でもこのような優しい振りやすいクラブを使っていた方が、アベレージゴルファーにとってはスイングの向上、またはスコアの向上につながってくるのではないかと思います。